初めての仕事は、映画で、ひまわりという映画で、沖縄を舞台にした映画でした。初めて好きになった芸能人は井上真央さんです。ずっとあのキッズ王っていうドラマが大好きで、かっこよかったです。ずっとかっこいいなと思って見てました。犬派ですアナと雪の女王のありのままでですありのままでだっけ、ありのままのだっけ、ありのままだっけ未来少年コナンです。縄文時代とか、こう自給自足をして生活してた時代がに戻りたいです。頑固なところです。なんか自分のルールとかにこう縛られちゃうところとか、そんなに気にしなくてもいいことを気にしちゃうとか。玄米です。人間の怖さを知ることができるところです。